始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気にさせていただいてます。いただいてます。あやのちゃんは英語が得意だと何回か聞いてますけれども、はい、英語どうやって勉強しました。どうやって、まあ普通に学校でお勉強するのと、うん、あとはカナダに留学させてもらったことがあるので、うん、その時に勉強させてもらったのと、でまだまだ足りないです、はい、そうか、勉強し続けなきゃいけないもんな。そうですね。ミシェルさんはでも、僕はもう全然こういう顔してますけど全然喋れません。でも海外とか確かに家に言葉はあったけども全然ダメですね。あ、そうですか。もうジャパニーズイングリッシュですから。あ、でも喋れるだけですよ。いやいや、とんでもないとんでもない。やっぱり今本当に語学力って必要とされてる社会なんじゃないかなと、うん、いけるそうだ思うんですけれども。その顔で十分わかりますが、はい、何でしょう。はい、そこで今回最初にご紹介するのは先進なビジネス教育と本格的な仕事に役立つ語学力の育成に力を入れています、こちらの企業様です。2008年全国の小学校 5,6 年生を対象に外国語活動として導入された新たな英語教育、さらに東京オリンピックを迎えより国際的な交流が予想される2020年度には英語教育を正式教科へ改定するなど急速なグローバル化を進める我が国にとって語学力の強化は重要な課題となっていた。そんな世界を股にかけ活躍する人材を実践的なキャリア形成によって長きにわたってサポートし続け、国際舞台のコミュニケーションツールとして欠かすことのできない言葉の持つ可能性を広げ続ける女性がここにいる。学校法人深堀学園理事長、外語ビジネス専門学校校長、深堀和子。昭和23年神奈川県川崎の地に誕生した学校法人深堀学園外語ビジネス専門学校。英語教育の先駆者として高い専門スキルを持った講師たちのもと、ワールドワイドに活躍する多くの人材を輩出。さらに日本語教育にもいち早く取り組み、現在では世界25カ国以上から留学生を受け持つなど、大きく変化する時代の中でも一歩先行く事業を展開し続けている。今回は深堀和子をスタジオに招き詳しく話を聞いた。本校の一番最初の名前は川崎市民米語学校というアメリカの言葉を教える学校ということで、アメリカ人の神父さんですとか2世の方とか、まあ大学教授の方たちを中心に英語教育がスタートしたんですね。でその時になぜ英語が大事だったのかといいますと、あの川崎の周りに進駐軍のいろいろなキャンプがありまして、そこで働くためにはアメリカ人だけではなく日本人を大量に募集する時期があったということで、英文タイプライターであるとか英会話であるとか、当時まだ就職もままならない大変厳しい時代だったので、若者たちがまあ、あの習いたいということで殺到したということと、当時多くの企業さん人事の方ですとか、もう本当有名な京浜工業地帯を、うん、あの配してますので、そこら辺のビジネスマンの方で良くなる方たちが、うん、まあ、習いたいということで殺到したのが初めてで、それがきっかけでございます。そこがスタートなんだね。時代だね、こうね、素晴らしいね。でもね、やっぱりね、その需要があって始まるわけだね。そうね。国内だけでなく世界各国の生徒が集まるワールドワイドな事業へと成長を遂げた外語ビジネス専門学校。ここで深堀に事業を支える3つの柱について聞いた。企業さんのアドバイスによる、はい、いわゆるカリキュラム編集というか、うん、アドバイスをいただきながらカリキュラム作成してるんですね、うん、で実際に、まあ、の学生が採用あの就職していくような会社、もしくは企業さんに実際に教壇に立っていただいて生の本当に必要な
教育をしていただくということで、例えば IT なんかですと、本当に突っ込んだいわゆる高度な分野になりますとね、今開発されて今使い始めたようなものっていうのは企業の方に来ていただいて、教壇に立っていただかないと分からないですね。分からない、専門用語、専門技術、そういうところを取得して、でそのままだから就職するのにギャップがないわけで、もうそこで、ま、学んでるわけですもんね、でそれが強みだよね。ですからそういう教員ですね、ですからそういう提携して教壇に立っていただくところで、まあ、カリキュラムにアドバイスをいただいている企業数が54社ありますので、各学科それぞれ企業さんのアドバイスをいただきながら、いわゆる必要なこと、本当に欲しいこと、欲しい人材の教育ということを中心に、無駄のある教育ではなくですね、そうですね、リアルにピッと、なるほどね、そういうことを心がけています。 It's useful to learn how to communicate even if you can't verbally express what you want to say。 いや、教員の方の本当に質がいいからこそ、各地から生徒さんも集まってくるんだなっていうのを本当に思ったんですけど、施設自体にもこだわりとかあったりしますか？そうですね、生徒がたまる場所っていうか、授業の合間もしくはお食事の時に、仲のいいお友達、もしくはうちは留学生もおりますので、グローバルのコミュニケーションが取りやすい、場の提供ということで、サロン的な場所のご提供ですとか、そういう場面を非常に作った、ライブラリーであったり、多目的ホールで合気道ですとかいろんなことできるんですけれど、バスケットボールとかバレーボールになりますと大きな施設が必要なので、近くの体育館を週2回お借りして、スポーツの好きな人たちに思いっきりやっていただくというようなことはしております。いいですね。体も動かして。そうだ、コミュニケーションに取れる場所が必要だって分かるから、そういうところを作られてるわけでしょ。で、スポーツが必要だと分かるから、そういうところに書いたりするわけだね。やっぱり就職率っていうのは高いですよね。留学生は全員就職してますね。今年は。全員です。今就職事情がもう急激に良くなってますから、希望すればなんとか入れるんじゃないかなというふうに思います。就職事情が急激に良くなってる。良くなってますね、ここのところ。留学生も日本人もです。ああ、なるほどなるほど、ちょっと違うように受け取れるけどね、我々的に就職が難しくなってんじゃないかっていう。だけどそういうレベルの方々には多分そこまで行くと、やっぱり日があるんですよ。利用ね、できるもんだって必要でしょ、そういう方はね。外国人留学生の方々、皆さんどんな反応ですか？うちには和室も用意してますので、お茶道とか、あと実際に着物を着付けたりとか、お茶とか、お花に関しましてはできる講師の先生方がたくさんいらっしゃるので、日本人も忘れたようなお作法、日本のお作法をそういう場所でお教えしてるみたいなところもあります。ここで日本の学生と海外留学生の声を聞いてみた。すごく忙しいですけど、一番楽しいのは、なんていう、一日中勉強する活動、例えば学校が終わった時に、今翻訳会社でアルバイトしているですから、毎日日本語ばっかり勉強しているから、すごく感謝します。もともと自分は観光系の仕事に興味がありまして、海外向けの外国人向けのバスツアーがやりたかったので、ツアーガイドがやりたかった。今まで自分が行っていた学校ではなかったような、こんなにみんな頑張ってるんだ、海外の方は
自分の母国語も日本語もあとは英語も本当に頑張ってやっているんだなと思うと、そういった姿に刺激を受けてもっと頑張りたいと思います。ここで68年前の開校から現在に至るまでの歩みを改めて振り返ってもらった。当時やはり大変な、ね、時代だったと思いますが、うん、そんな中でもこう学校はかなり時代の先を見据えて動いてらっしゃったと伺ったんですけど、はい、まあ、うちとしてはもはや英語だけではなかなか生きていかれないということで、うん、いわゆる専門教育といわゆる付加価値をどこでつけるかってなりますと、就職のために英語だけではなく、やっぱり国家試験をつけたりとか、動画制作だとか、ウェブ翻訳であるとか、アプリ開発ですとか、あと観光ですとか、貿易もかなり他の学校で教えてないような資格を、世界で通用する資格を取らせるコースとか、そういうものをつけながら教育の特色をつける。30年前に考えていたのは、当然そういう時代がやってくるだろうっていうことで、マーケットにいわゆる買ってくれる方がいなければ意味がない、でもビジネスの基本ですけれども、どこよりも早く先駆けたということもありますので、割と優秀な世界の一流大学、東大と言われているような大学生が目指してきてくれるようになったということで、うちは今大学院卒、大学卒、まあ、留学経験のある留学生も入れて8割以上なんですね。うちに来る層というのは基本的に日系企業で働きたい、もしくは大学休学してくる学生はやはり日本語を利用して、日本語を活用しながらよく、まあ、現地の有名企業に入っていくんですけれども、よくうちのお付き合いになる方たちが、どこの国に行ったらガイドがお宅の卒業生だったよっていうことがよくあるんですけれども、自らの言葉を武器にグローバルな人材育成を続ける深堀和子、そんな彼女が心に刻む格言とは。孔子の論語から出ている言葉だなんですけれども、義を見てせざるは言うなきなりという言葉です。これは時として勇気を持って、私自身もで皆さんにも、やるべきことを、それが正しいと思えば困難を乗り越えながら達成すべきだというのが私の信念の一つです。逃げない、取り組む、そして達成するというのが大事じゃないかなというふうに思います。非常にこれからの、自分にもう一回こうチャレンジしてみようかなっていう勇気づけられました。いえ、ぜひ、はい、素敵なお話を本当にありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ、続いてご紹介する企業様なんですが、この番組でもローコスト住宅っていうのをね、ご紹介させていただいたことがあると思うんですけども、今回はローコスト住宅を島根県でご提供されている企業様をご紹介するんですが、島根県といったらどんなイメージがありますか？島根県のイメージ？はい、お、島根っ子。島根っ子、あのキャラクター、出雲大社の形の、出雲大社だよね、あ、そうだ、うん、あ、そういうのあんの、はい、ゆるキャラの可愛い猫じゃん、いますよね。自然豊かで、はい、食べ物が美味しくてなんてイメージがありますけれども、行ってますよ、私も行かせてもらってます、はい、次にご紹介するのは、その島根からニコニコの輪を広げたいと考えています、はい、こちらの企業様です。私たちの生活を支える住まい、誰にとっても欠かすことのできないその存在は、
日常的な一コマ一コマであっても、同じもののない特別な場所として家族との思い出や足跡が数多く刻まれてきた。そんな住まいにおいて憧れや幸せといった言葉で語られ続けるマイホーム。しかし人生の中でも特に大きなその買い物は、多くの人にとって夢のまた夢となりつつあった。そこでいい家をより安くをコンセプトに、お客様一人一人のコストに合った品質にこだわる最高の家づくりのもと、マイホームを理想から現実へと導く男がここにいる。ニコニコ住宅中央建設株式会社代表取締役社長、足立智成。山陰地方を中心に事業を展開するニコニコ住宅中央建設株式会社では、時代の背景をいち早く察知した経営戦略で、品質を保った低価格な家づくりを展開。マイホームという特別な存在を誰よりも真摯に考え、社員一丸、地域に根ざしたビジネスで先を見据えた企業であり続けている。今回は一企業から山陰地方で最も家を建てている住宅会社までに押し上げた足立智成をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。やっぱり新築をメインではやってたんですけども、当時は、価格が2000万円か2500万円ぐらいで、山陰の地方ではちょっと、はい、価格の高い住宅をやっていました。ただしリーマンショックとかありましてですね、なかなかその価格帯の住宅が売れなくなりまして、それでどうにかしないといけないなっていうことで、このニコニコ住宅を始めたという経緯がございます。そうだよね、いろんなことあったらなかなか高い買い物できないですから、やっぱり人に合わせたね、そういうものが一番ありがたいような気がするもんね。気持ちが変わられてまた会社は島根県に。そうですね、島根県の出雲市で、はい、ちょうど出雲大社があるところってことですね。 あそこに本社があります。なるほど、そうですか。2008年以降、島根県では人口の減少に反し世帯数が徐々に増加。その結果住宅の需要も増えるはずだが、2000万円台の家は売れない。そこには地域が持つあることが影響していた。そこでこんな質問をぶつけてみた。島根県の平均年収とかってどういう傾向がありますか？はい、どうしたの？年収が必要なの？やっぱりお家っていうと大事じゃないですか。やっぱりさっきのリーマンショックとすごく重なるところなんですけども、平均年収大体この前発表されてたのが220万円から240万円ぐらい、これが島根県と鳥取県の平均年収です。ちょうど東京の半分ぐらいですね。となると、はい、土地はまあ安いのかもしれないですけども、年収に制限が、制限といいますか、そんなに高くないもんです。所得もそうですもんね、だから、はい、あ、そうか。借り入れする金額もやっぱりおのずと制限されてくると。特にリーマンショックは不動産関係にはですね、かなり厳しい目で見られたところがあったので、お客様にとってはかなり厳しい借り入れ状況だったというふうに思います。そうか、地域性でね、いたしかたない産業がね限られてくるし、いろんな面でね年収はそうか抑えられちゃう時もあるかね、はい、そんな時に家だけ高くてどうするんだっていうことに、そう言われがちになりますよね、やっぱりね。そんな中、足立は現在の経営の柱となるある家づくりと出会った。やっぱりその当時ってなかなか、先ほどのお話にもありましたけど、高いお家2000万円台ですかっていうのはなかなか売れない、売れにくくなってしまってですね、当時健康住宅ということで木をふんだんに使ってた住宅を
あの力入れてやってたんですけども、あそういう経済環境だったのでお客様も、まあ、家をそれだけ借り入れして家を建てることはできなくなってきて、うん、まあ、おのずと私たちもあの家を建てる機会っていうものは減ってしまったわけなんですね、うん、残念寂しいですね。そうですね、まあ、そこでこのままじゃいけないということで、うん、思いっきり舵を切ったわけなんですけども、うん、それがあの、まあ、今後出てくるニコニコ住宅っていう誕生のきっかけになった感じになりました。まあ、高いものを売ってたらあの自費になって売れなくなってしまうということで、まずお客様の財布からあの手の届くところの家作りを考えていこうじゃないかということで、まあこのブランドを立ち上げて家作りを進めていったと、まあお客様をこうニコニコできる、あそれでそうそうですね、ニコニコ住宅を、あなるほどなるほど、そうですね。足立さんが起業されたんですか。あと私は2代目で、あの私の父親があの創業したんですけども、まあそれまではずっといろいろ紆余曲折ありながらも、まあなんとかやってた時なんですが、まあちょうど私と父親が二人三脚でやってる時に、まあ景気も悪くなってきて、でまあリーマンショックがやってきたというところで、まあ試練の時を迎えたんですけども、まあそのまあいい機会だったかなと今私は振り返って思ってます。でニコニコ住宅というのが誕生して、社員の方にあのかなりの住宅を、まあ、供給することができてる、あそうですか、はい、今なってるんですよね。反響があって、そうですね、あなんか今までとはやっぱり違いますか、そのお客様との間も親しみがえだとかちょっと違うが出てくるんですか。そうですね、あのどちらかというと社員側の方にやっぱりこの、うん、今までこだわった家作りをしてたので、あの 今更あの価格の低い住宅なんかやりたくないみたいな意見はあったんですよね。でもそれをうまくこう社員とも話し合いながら、あのこだわった家作りばっかりやってても、うん、この先あの生きていけないから、まずお客様が望んでおられる住宅やっていこうかというところで、あのこの住宅を始めたと、ニコニコ住宅を始めたことになりました。足立が考えるローコスト住宅、その特徴とは。それはもうやっぱり価格を抑えるだとか、その家族向けのものだとかっていうふうになってくるわけですか。そうですね、あなるほど、今までとは違いますかね、やっぱりね、はい、あのやっぱり20代30代の方が家づくりをあの考える方多いので、なのでやっぱ子育てっていうのはもう重要なポイントです、なので必ずですよね、はい、やっぱそこは外せないだろうなと。うん、でプラスあの返済も抑えられる価格にしていく、うん、返済もね、はい、ちょっと実際にニコニコ住宅さんのローコスト住宅のお写真をちょっと見たいなと思うんですけども、はい、こういった立派なお家じゃないですか、うん、でもやっぱりデザインも素敵だ、はい、おしゃれ、全然ローコストに見えないですね、はい、見えないです。意外とお客様も、はい、思ってたよりいいねって言われることが多くて、キッチンもそうです、ね、カウンターキッチンでいいよ、シンプルできっちり綺麗、ね、もう、まあ、決して豪華ではないんですが、子育てがしやすいお家っていうことをあのモットーにしてさせていただいてます。でもあの材料も何も今までと違うものをいろんなものを吟味してローコストで抑えられるようにして、おしゃれなものから子供向けのものに変えたり、これいろんな格闘あったじゃないですか。そうですね、やっぱり見栄えよくしようとすると高くなってしまいますし、なのでまあ安くしすぎると今度はやっぱ質が低下したり、設備がなかなか今のお客様に受け入れられないものになったりなってしまうので、そのバランス取りは非常にあの苦労したところがありました。格闘があるでしょうね、やっぱりね、だけど今喜ばれてるんですよね。そうですね、やっぱりお客様に喜ばれるものはどういうものかっていうものを、うん、まあ、過去建ててきた、まあ、約1500棟近く住宅を建ててきて、まあ、そのあたりの、まあ、データであったりとか、うん、お客様の感想を聞きながら、多分このあたりにお客様 の建てたい家の気持ちがあるんだろうっていうことで、まあ、設備を決めていったり、販売価格を決めていったり、そういうところをやっていきました。お互いの話し合いで、お客様との話し合いもしながら、ね、希望も組みながら、はい、
っぱりあの新しいブランドを立ち上げるっていうことで、あの協力してくれる業者さんも全てゼロからやり直しして、で、はい、あの協力している金額もですね、もう新たにやり直したってところありましたので、そこもあのかなり苦労した点ではありました。そうでしょうね、はい、自分のとこだけじゃないもんね、関連の業者さんは必ず何社もいるわけでね。そうですね、いろんなジャンルで。特に当時は私たちも調子が悪かったので、調子の悪い会社に協力してくれるっていうところが難しかったですね。でもやっぱりそこはもう熱意だったりとか、そういった理念だったりとかで、あの当時はかなり、はい、苦労をかけた業者さんもいましたけどもね。今は、今はニコニコですか。ニコニコで、ニコニコ住宅ですか。ニコニコ住宅で。そっか、そういうチャレンジだね。でもね、そうですね、うん、笑顔であふれるマイホームを目指し、お客様の理想を形にし続ける足立智成。そんな男が心に刻む格言とは。やっぱ困難を乗り越えるっていうところで、一つ僕がいつも心の中にあの思い浮かんでた言葉が、あの人のそしりを恐れるな、人の罵りを怖がるなっていう言葉があって、やっぱり新しいことをやろうとするとやっぱ反発だったり批判ってかなり受けるんですよね。でもそれを乗り越えていくにはやっぱある程度そういったところを乗り越えていかないといけない。でやっぱりお客様の喜んでくださった言葉であったり声とかを思い起こして、そういった反発だったりとか、それをまあうまく諭していく、そういうところがやっぱその先ほどの言葉の中にはあってですね、人のそしりを恐れるな、恐るなって、人の罵りを怖がるなっていうのはありましたけども、やっぱり私たちのやろうとすることを反対する人たちってやっぱりいるんですね。でもそれに負けずにあの地域に貢献していく気持ちを貫き通す、そういうところがやっぱり重要かなっていうふうに思います。いや、今後のニコニコ住宅様の発展がこうなんか見えるような気がしますけども、期待しております、はい。ビジネスブックコレクション。本当は人に優しくしたいのに、ついカチンときて感情的な言葉を発してしまう。あるいは本当は平静な心持ちでありたいのに、つまらないことでイライラしてしまう。きっと誰にでも身に覚えのあることかと思います。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。対人関係のイライラは医学的に9割解消できる。この本を書いたのは江ノ島弁天クリニック理事長の松村博道さん。対人関係の悩みを医学的な見解で解決策を教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。さようなら。